エスタディオメトロポリターのロベルト・メレンデスはコロンビアの都市バランキージャにある多目的スタジアムフットボールプロフェッショナルコロンビアーノに所属するジュニオールの本拠地2001年に改修工事が行われたこのスタジアムが完成する以前のバランキージャにはエスタディオロメリオ・マルティネスという収容人数1万人のスタジアムしか所有していなかったが1948年に フットボールプロフェッショナルコロンビアーノが開幕しさらに大きなスタジアムが必要となった。1970年代初頭にエスタディオロメリオ・マルティネスに屋外観覧席を設置することで収容能力の向上を図ろうとしたが、この計画を遂行するためにはスタジアムの横を通る72番通りの福音を狭めなければならないため中止となった。 しばらくして、大体案が出されたが、それは隣接するできたばかりの集会場を取り壊して、そこに増築しようというものであった。しかしこの計画には、地方新聞等が強く批判したため中断された。その後様々な調査により適当な拡張方法を模索したが折り合いがつかず、結局新しいスタジアムを建設することで決着した。スタジアム名称にある、ロベルト・メレンデスとは、 プロ会前のコロンビアサッカーにおいて多大な貢献をしたサッカー選手の名前であり、1991年頃に改名された。ロベルト・メレンデスは1930年代にジュニオールの前身であるバランキージャフ・フベント・ジュニオールに所属した。コロンビアのサッカー選手で初めて海外のクラブに移籍した人物でもある。2005年に死去。4つのロッカールームと8つのバスルーム。 27部屋のラジオブースとビデオ編集室がある。駐車場は1600台駐車可能。南と北にそれぞれ韓国とベトナムに関するギャラリーがある。これは20世紀に戦争による被害を受けたアジア諸国を記念して設置されたスタジアム外観。ありがとうございます。